はい、それでは今度は男性の皆さんのカラオケを練習用として使ってみてください。オリジナルキーをプラス3にしてあります。先ほどの私のレッスンもプラス3でしましたから、皆さんもプラス3で歌ってみてください。それでは男性の皆さん練習してみてください。